こんにちは。受験生のお姉さんです。今日はここにあるウーロン茶みたいな飲み物を水に変えてみたいと思います。どうするのかというと、このお茶をですね、思いっきり振ります。はい、お水に変わっちゃいました。それでは今の実験どうやったのかネタバラシします。このウーロン茶みたいな飲み物、実はこちらうがい薬なんです。このうがい薬の中に実はあるお薬を入れました。魚の水槽の中に入れて魚の水がきれいになるような薬があるんですけど、これをポトポトっと入れまして混ぜると、はい、こんな風にうがい薬の色が消えてしまうんです。ただこちらはうがい薬のままですので、絶対お水に変えた後も飲まないようにしてください。皆さんもよかったらお家でこの実験やってみてください。